ちは、こんにちは、こんにちは。失礼します。なんか携帯ボケてる？なんか画質がいけるかな。なんかめっちゃ今日公演って感じせえへんねんけど、なんか明日のリハが緊張するから。髪型かわいい。え？適当にくくってるだけやで。え、なんかボケてない？なんか画質がめっちゃ悪い。気のせいかな。やばい、メイクがまだやからさ、この時間でメイクまだやからちょっとだいぶやばいけど、まだあと15分後とかに来てくださいって言われたから、じゃあちょうど15分配信しとこうと思ってしてます。大丈夫な気がする。余計よかった。でも自分の携帯から見る自分はめっちゃさ、ボケてるねんな。なんかめっちゃ暑い。それな、そう、みさきもさ、めっちゃ暑くて、お前この上に着てるさコートを着たくないのよ。着たくないけど、あの今も衣装を着てて、なんかその衣装のまま配信したら、なんかめっちゃもう裸で配信してるみたいになって、ちょっと恥ずかしいから上着た。だってナンバラのオープニングの衣装ってちょっとなんか生地が少ないって言いますか、なんかこの画角だけで見たらほんまにもなんか この辺が全部さ見えるから、ちょっとあの裸に見えるから恥ずかしいから、ちょっと上着てます。めっちゃ暑いだから今。バンされるな。そう、バンされちゃったら嫌やん。普通にさ、普通に服着て衣装着てやってるのにバンされたらなんか嫌じゃん。そうで、上から T シャツ羽織ろうと思ったけど、 T シャツもさ、こうもうなんかここの上にこうやって髪の毛がブサってなるから嫌やね。涼しいよ、めっちゃ涼しい。そうだから N の衣装ってさ、あのオープニングとかジャケットよというか長袖やから、そういう面では涼しさは全然違うけど、でも逆にあの冬の南原の公演中はマジで全然あの寒くないけど、こういう着替える時の裏で着替える時の寒さ以上、マジで着替えたくないもん冬の南原。その髪型めっちゃ好き。え？なんかさっきから髪の毛可愛いってめっちゃ言ってもらえるけど、普通にリハやってたから髪の毛一つにくくって、あの触覚出して止めてるだけやねんけど、なんで？ただのボサボサよ。
ナンバラ久しぶりの感じする、めっちゃ。そうでもないかな、どうやら久しぶりかな。ペコちゃんのガチャガチャやったらペコちゃんポコちゃん引いた。あ、これこのガチャガチャおそろや。さっきもポコちゃん引いた。あやぴょん緊張してる、めっちゃめっちゃ緊張してたよ。あやぴょんとかナンバラのオープニング衣装着たらバリ細そうめっちゃ細そうよ。まだ着替えてなかったから見れてないけど、絶対細いやん、心配されそうみんなに。今日はじゃんけん勝てるといいね。いやマジで勝たれへん、あれなんなんでやろね、なんで勝てないんやろイントネーション変、なんで勝たれへんのやろね。八木のスタイルナンバーワンってどなた？なんかさ、美咲の中でさ、スタイルの基準がわからんのよ。なんか例えば足が長いからスタイルがいいになるのか、例えばなんかおっぱいが大きいからスタイルがいいなのか、スタイルのいいの基準って何なんですかねなんか上半身引き締まってるとか、どの基準でスタイルがいいっていうのかがわからんから、わからん。人それぞれね、確かにみんな好みがあるもんね。確かにね。でも結局所詮おっぱいでかい人が好きなんじゃないのみんな。じゃあ何の話してんの公演前に。そんなことないよとかカタカナにしてる時点でもう棒読み感あるじゃん。だってそんなん数字が証明してるやん。ツイッターでおっぱい出してた方がいいねの数多いねんから、その時点でやっぱみんなは おっぱい好きなんやなって感じよ。いやそうじゃない人もおるかもしれんからあんま強くは言わんけどさ。まあでも人それぞれやからな、人の好みがあるから何かでもその美咲がそのそういう用語を出したから何かやばい、コメント欄かも何か17時20分に配信するような内容じゃないよ。ダメだよこんな話言いましたら。ちょっとまあちょっとこんな話をしてたらちょっと恥ずかしくなった。でも坂田は下品って思われちゃうからちょっと違う話をしよう。何の話しよっかな。あ、そう、今日は
朝からちょっと皮膚科に行ってきてね、もうニキビのことずっと話してるけど、だからもうちょっとしたらライブの時には綺麗に治ってほしいなと思って。そうだったら1週間か、1週間で治ってくれるかなこの肌。今日のケータリングめっちゃ豪華でしたよ。なんかさ、あのオムライスと唐揚げとかサラダみたいなやつと、なんかそば飯となんちゃらかんちゃらみたいなやつ、え、ほんまにめっちゃ豪華やったけど、美咲はあの変な時間にたこ焼きを食べてお腹空いてないから食べてません。ティッキーなんか映画見てたでしょ。で、お家帰ってからあのご飯があるからもうお弁当は食べんとこかなって思ってます。めっちゃ中途半端いいけど、24分になったらランキング読みます。ちょっとメイクとかあのしないとそろそろ時間がやばいんでね。わい、復習しないとやばいわ。なんかいつも振り起こしの日々に追われてて、全然過去のことって言ったらめっちゃなんか大げさやな、振り復習できてなかったから、全部新しいものに手をつけてたけど、復習をしないとダメですね。お弁当持って帰れないの？持って帰れるけど、美咲は持って帰らんかな、あんまり食べるんやったらその劇場で食べて帰ります。うん、疲れた。あの睡眠時間めっちゃ心配してくれてる、してくれてるというかされてる、してくれてると思うけど、あの寝てるのは寝てんのよ、ちゃんと6時間は。でもなんか寝てるけど、その日の疲れをそのちゃんとした適正睡眠時間じゃ取られへん。なんかあの疲れるというか、なんていうの、あの疲れが取れない。だからでもその全然寝てないとかではない、ほんまに普通に寝てるあ、じゃあちょっとランキング読みますね。ちょっとあのごめんなさい、ちょっとしか配信できなくて。じゃあ読みます。13位いつかさん、ありがとうございます。12位うじいさん、ありがとうございます。11位ニコラスセスさん、ありがとうございます。10位おかちゃん、ありがとうございます。9位ナスカさん、ありがとうございます。8位はじめましてさん、ありがとうございます。7位ジェイソンさん、ありがとうございます。6位じんちゃん、ありがとうございます。5位ワンタンメンさん、ありがとうございます。4位ともやんさん、ありがとうございます。3位バリーさん、ありがとうございます。2位竹坊さん、じゃんけん勝つところ見に行くね、勝てるか分かりません、ありがとうございます。1位たくやんさん、ありがとうございます。ふう、ちょっと今日もね暑いから、うん、ほんまに皆さん水分補給としっかりとってください。塩分もしっかり取らないと。マジでなんか塩分取るのって大事やなってほんまに最近思うんですよ。ほんまにだから最近は公演前に絶対塩分チャージを舐めてます。舐めると舐めへんではなんか気分的にも違う、塩分取ってるからなんかしんどくないみたいに思える。ほんま単純人間やから。じゃあ公演の準備をしてきます。ちょっと一瞬やったんですけど、ありがとうございました。じゃあまた後で、ありがとうございました。